A 級決勝戦11レースです7番の佐々木障子が3日間全て前を取る競争戦闘員の後ろをまもなく確保いたします岡山5番田中一馬が追っていき1番佐川佐々木障一、茨城2番の早坂修吾、5番抵抗熊本のトリオ6番池田悟空を先鋒役に4番田中海進3番宮崎翼 1>, 1周3コーナー2番の早坂が上がってまいりまして5番抵抗熊本さんにも上がってまいります5番の田中一馬はまず序盤戦は早坂と池田の両来を見ながら谷間3番手から様子見です2対1対4の形で残り3周に入っていきます 2番の早坂7番の佐々木昌司準決勝同様サイド連携の東の2人ですどういう動きを見せるか特選は先行して準決勝をまくり追い込む競争の7着3着の早坂7番の佐々木昌司は準決勝を早坂のまくり追い込みに乗る形から捉えて勝った一戦でありました5番の田中和真シリーズ初短期戦です そして2センター九州の先鋒役6番の池田悟空予選は先行準決勝5番手から追い込む競争の3着2着です4番の田中海進3番宮崎1番の佐々木翔志九州4社2番手の横まで6番池田が上がったが速さが1回突っ張る5番の田中和真切り替えなく3番手3番手の距離一気に詰めて2コーナーからドカンといくか6番の池田悟空4社。 佐々木翔一芝しっかりと連れていけるか2番の早坂が粘ってきたか7番の佐々木翔一は連結は離れている2番手早坂が分断勝負です4番2番並走状況そして5番の田中和馬が1番後かスーッと追い上げていきました7番手が田中和馬一気にこれは長い距離長距離方打5番田中和いい気にいったこれを今度は5番手が3番の宮崎が追いかける4番の田中海進3番の宮崎2番手並走状況がそのまままくっていく3番宮崎翼1番 佐々木翔一,一、あとは4番の田中海進直線3番の宮崎翼、しっかりと期待に応えて、ゴール、3番、1番、4番です、宮崎翼、冷静な対応から最後は自力まくり追い込み、九州ラインの3番手、4番手、2人で1、着、あとは4番の田中海進が3着入線です。 このまま決まりますと宮崎翼選手前回の彌彦から2場所連続完全優勝は今季3回目、A 級戦8回目の優勝。